え、はい、80cm？ これ大人用なの？すごい話題になった。なりましたね。空気で打つ。これもこれなんだ、これ3月入荷商品じゃないですか。ミドルバランスだ。はい、はい、どうも、シュンティビです。お願いします。ということで、本日は千葉県船橋市にあります前原スポーツに来ております。本日はね、大井チャンネルの大井くんと一緒に撮影をしているので、大井くんの動画もぜひともチェックしてください。はい、今回はお店の商品を紹介してるんですけども、バットをメインに紹介をしていきたいと思います。はい、まあ、僕といえばね、監督、まあ、監督といえばノックバットで、僕といえばまあバッティング、バッティングといえばバットということで、まあ、まず軟式を紹介するんですけど、まあ、公式もちょっと僕分かんないので教えてもらいながら、大井くんにバット動画もほとんどやってきてないんで、正直今軟式野球で主流ってやっぱりビヨンドじゃないですか。はい、ビヨンドか MM かモンスター BC かワニクラちゃんですね。ワニクラちゃんね、はい、とか、まあその4種類ぐらいだと思うんですよ。でもレベルが高いチームではそういうのを使ってますけど、楽しくやるチームなんかは高いバットよりかは低価格のバットで野球をしてる、はい、結構いるので、まあ、その中でどういうのがあるのかっていうのも僕も再認識していきたいと思います。お、はいはい、端から見ていきますね。はい、あんまり本当になんかね見てきてないんですけど、まあ、これ結構昔のやつなんですよ。後ろのこれ知ってる、はい、SSK のありましたね、ハンターマックス。これ中こうなんだろう、そうそうね、そうそう、スプリングっていうんですか、はい、バネみたいなやつ。これ多分自分が軟式始めた時まだギリ被ってないです。これ嘘、はい、なかったんじゃないのこれ、多分ほぼなかったっすね。今もう値下がりして2万ぐらいで売ってます。はい、この時ってまだ A 級っすよね。そう、 A 級っすよ、 A 級っすよ、 A 級っすよ。あれかディマリニか、はい、ディマリニ K ポイントありましたね。これも2万ぐらいで売ってるんですよ。初期だって4万ぐらいしたと思うよ。そうっすね。 K ポイントってこれすごいこう細いじゃん、はい、しならせてこうバチンってこうバチンっていかすやつ、はい、バチンっていくやつなんですけど、 K ポイントってほらスキーのさ K 点ってあるじゃないですか、はい、知ってます？あ、なんか見ました、あの説明みたいなやつ。こう飛ぶときにこう K 点がこっから先行くと、はい、危険ですよみたいな、はい、その危険なとこまで飛ばそうみたいな、あで K ポイントになってる。へ、まあ、あとはまあこの辺ですね。ありましたね、これもライズアーチ。ライズアーチ、これはなんか193 193m 飛ばすみたいな。そうそうそう結局飛ばなかったっす。あ、そうなんですか。ダメでした。パワー不足でしたか。そうっすね。これは懐かしい。バトルツイン、はい、2しかも。あ、2。自分はバトルツイン使ってようだったんですよ。はい。昔こうゼビオさんと仲良くて、うん、ゼビオさんにシダバットを借りてたんですけど、その中にバトルツインが普通のがあったんですよ。これもなんだろうな、ウレタンなのか。これウレタンっすね。ウレタン？でもなんかモンスターブラックキャノンが完全ななんかウレタンって聞いたけど、はいはい、それはこれちょっとまだ純ウレタンなんかな。カーボンで三重管構造があってのちゃんとしたガチなウレタンじゃなくて、ちょっと純ウレタンぐらいの。これもすごい懐かしいし、これも2万ぐらいで、お今はもうね作ってないでしょ多分。ないです、もう全然ないです ね、まあ、今って5万とか6万とかするバットがあるじゃないですか、はい、でも、まあ、昔の残ってるものもあるし、値段もね2万ぐらいで、そうっすね、購入できるので、ね、価格的にやっぱさ、まあ、だいぶ上がってますよね今。草野球でこう趣味でやるというと、やっぱね家庭を持った人らがやるとすると5万はちょっと出せないな、マイバット欲しいなって時にやっぱこういうのを買えるんじゃないかな。2万ぐらいだったら まだ買えるんじゃないかなと、はい、あとはまあねルイスビルだったり、うん、これもカーボンかな。あ、これはアシックスか、アディダスか。アディダスか、はい、これアディダス、アディダスエアロハンマー、反発速度 20% アップ、超ジュラルミンじゃないこれ、はい、これ今ウレタン禁止の公園とかいけるっすよ多分。そっか、はい、今って都内だっけ。都内の一部、都内一部ではウレタン、はい、ダメですよと、はい、木製 OK、 木製 OK です。木製の方が危なくないですか正直まあそうですね。でこれがなんだ、 V コン02、はい、あれ公式よこれ、はい、軟式じゃない、あ軟式だ、はい、軟式でもあるんだ。多分部活とかだと使ってる子が多いんじゃないですか。そうなんだ、はい、V コン02の軟式仕様だから、ちょっとここの部分が太いんだよね。太いっすね。ビヨンド02もこの優秀だったよね。そうですね、そうですね。軟式はあったんだ。ブラックキャノン X10、ブラックキャノンっていっぱいあったよね。ありましたね。ブラックキャノンってなんかね、2とか Z2 とか、はい、マックスだっけ、マックスグレートとかあって、ありましたね。からの X かな、はい、でまあなんといってもまあこれね、はい、何年前、3年4年前にすごい話題になった。ありましたね。空気で打つレガートゼロ、これはいつの間にか消えてましたけど、はい、これはすごいよ。まだ 30% オフ、はい、5万2800円が 30% オフです。
これ使ってる人いる？見ないよ俺。あんま見ないっすね。ここに、はい、そう木製の軟式鏡が。はい。これなんか細すぎない？かっこいい。ビクタス。タティス21ってことは。おお。タティス選手モデルの。こんな細いの？そう見えるだけじゃないですか。プロだから。はい。でこの辺に行くと、まあ皆さんが最近使ってるような。ね、はい。はい、ワニクラッシャーで、これがモンスター BC の多分色地っすね。で、これは MM23、 はい、 MM18 もあるし、 MM23 もある。あー、いますね、チュアシャンね、23あります。で、これが、はい、レガシーとメタルとあるんですけど、なんかレガシー関係どんどん増えてないですか。増えてますね、やっぱ人気があるんじゃないですか。なんかサイズもだし、重さもだし、これなんかすげえ短いなと思ったんですけど、はい、これ何なんだ、これ色違い、子供用か。これは3月入荷商品、大人用の短いレガシーだ。マジ？短いだそうです。80センチが出る。え、はい、80センチ短い。インコースさばけまくりますけどね、大人が使えば。これ大人用なの？大人用です、 JSBB のその規格が。なんかあれじゃない、中学生とかいいんじゃない。そうですね、中学生用言ってしまえば大人もいけるっていう。ボールがそもそも中学生以上じゃん、 MQ って。あ、そうっすね、はい、それもあるよね。逆に多分言ってしまうと、ここを中学生が触れないっていう。あ、触れない子もいるわけだ、はい、そうですね、体の大きさのあるし、はい、なるほど、そういうのを解説するために。そうですね。でも一つ思ったのが、はい、短いってことは、まあウレタンも短くなるっていうことなんかなって今思ったんですよ。はい、一緒じゃない。そうっすね。どこが違うんだけど、まあこの辺り、ここだよね多分。そうっすね、この辺辺が違うの。で、こうするとね、短いもんな。はい。で、これ一緒だから、ここの境の。そうですね。ゴムの部分が一緒だから。はい。だから、まあこの辺だろうね。この。そうですね。この部分か。すごいね。すごいですよね、その開発の方が。打つ。打つその何、打球面っていうの、はい、は同じで、この下の長さを変えて。はい。やってると。このメタルは見たことないんだけど、これもこれなんだ、これ3月入荷商品じゃないですか。ミドルバランスだ。はい、あれミドルのレガシーメタル欲しいって言ってたやついたな、何人か商品図で。あ、トップ出したら、いやちょっとミドルだったら買いますねみたいな、いたな、買うとき来たな、あいつ誰だか忘れてたけどあいつ買うな。はい、でも下行くと本当に、君だ。